はい、こんばんは。鈴木です。<laughs> まあ速報なんですけど、北朝鮮がですね。また招待を発射したみたいなんですね。僕は招待っていうのは多分ミサイルだと思うんですけどはい。まあ、しょっちゅうですね。北朝鮮ははい。北朝鮮。なんか写真が <laughs> あ,あるんですけど。あの金正恩。キムジョンウン 少々気ですか <laughs> その人の画像があるんですねはいまあ発射していった発射したっていうことではいしょっちゅうですねまあそういうことですねまあそうなんか北朝鮮は一体何がしたいのかが本当にわからないというかやっぱわからないっていうよりまあ戦争日本と戦争 したいのかなこれちょっとよく分かんないんですけどはい <laughs> ほんと懲りないなって思いましたね。では次でした。